ただいまの時刻が僕の朝ごはんはだいたいオートミールボールを食べるところから始まります。あちょっと時間がないから焦ってる。時間強すぎた。ミルクと違ってこのね豆乳のいいところは日持ちがすっごいするってことですね。いよいよなくなってきましたこいつ。あとギリギリもう一回いけるかな。あの僕の動画よく見てる人は知ってると思うんですけど、僕むっちゃオートミール食べるんですよね。ほぼ毎日でもう1年以上食べ続けてるんですけど、僕の動画見てから食べ始めた人すごく多くなって健康になりましたって人すごく増えました。ありがたいね。なんか嬉しいですね。はい、こんな感じでカカオ 72% のチョコレートをまぶしていきます。グリーン車、誰も人がいない。普段は僕はあのスタンダードを乗ってますけど、今のご時世ですからあのグリーン車を選びました。はい、今日は朝ごはんオートミールボールいつも食べてるんですけど、ステーキはいつも食べてないです。あんな朝に2食食べることはないね。はい、日付がだいぶ近かったのと、多分家帰ってくる時には確実に賞味期限アウトなのでちょっと頑張って食べました。はい、食品を無駄にできないんで。ここであの以前やったビーガン生活の野菜しか食べない生活を1週間続けたんですけど、1週間ぶりにねお肉を食べたんですよ。実はあのあとすぐにお肉食べてすぐに体調を崩して、その日お腹があんまり良くなかったですね。すごいなんかエナジーもなくなって、1週間野菜しか食べてなくてお肉動物類のものをあの体に入れたらあの良くなかったです。うん、まあ想像通り体調悪くなるかなと思ったら、思ってるよりもお腹調子悪くなって元気が出なくなったっていうのがありましたね。はい、新大阪で買ったチケット早々なくして。あ、本当ですか。新幹線のチケットなくすこともなかなかないんで、まあ領収書持ってるから大丈夫やと思ったら、はい、あの新幹線のチケットってあのもう一回買わんとダメなんですよね。はいはい、それ知らなくて、でそれまだ20分ぐらいかかって早着く予定が30分遅くなりました。家が着いて申し込みが実はもう50件ぐらい入ってて。あ、50も入ったんですか。はい、20件、20件の。お、すごはい、ありがとうございます。さんに言って、はい、あの今回のイベントでいろいろ使わせてくださいっていう。すごい場所。そこがヘリポートですね。いや、いいですね。行ってもいいですか。はい、わすごい。来ましたよ、メトノブログの池筋トレ合宿会場でございます。ヘリポート。あーすごっ。はい、あそこで富士山見ながら。ほんまや、ちょっといいですか。あのね、多分映像で見えてないと思うんですけど、富士山が見えるところです。めっちゃいい。ここでトレーニングしたらやばいな。当日は雨じゃない限り
ドローン飛ばしてこのヘリポートで皆さんとあの筋トレやりますよ。これはやりたいでしょ。おお、やばい、俺もやりたい、すげえ。これは最高。6月上旬この場所でメトロンブログの池筋トレ合宿始まります。まあさすがに行けなくてもリモートでも今回のイベント参加できるのでウェブサイトチェックしてください。概要欄に載せてます。ここから入っていただいてさせていただきますので。はい、わかりました、はい、すごい会場、ね、部屋からさっきの会場がもうすぐ横なんで、あの見ようと思ったら見えるぐらいの距離にあるんですよね。しかもここのこのスクリーンにそのトレーニングのライブが反映されるので部屋でも一緒に参加できるっていうことです。はい、なんかすごい盛りだくさん、めっちゃエンターテインメントって感じ。すごっ、なんかでかっ、こういう形で、ほほ、先ほど、部屋数でいくとマックス40名って言ってた関してはリアル参加された方もリモート筋トレ参加された方も。ただいま角川のあのギャラリーエディットタウンに来てます。すごいめちゃめちゃおしゃれこの空間。わただいまの時間が5時半ですね。これから角川さんの、あの食堂でカレー食べます。これ一般の人もあの入れる食堂です。超おしゃれなところなんですけど、これ3回目の食事ですね。まあ時間もまだ早いから多分あともう1回後で食べます。バルク時期、はい、ごちそうさまでした。あくまでもなんかちょっとこう僕のデザインした記念品っていうことで言うと多分、はいはい、多分だこっちが消えるっぽいですね。そうなったら、はは、わかりました、はい。そこをコラボしてあの池筋トレの本の方でも、はい、まあ、オートミールのメニューとかちょっとしたものを紹介したじゃないですか、はい。ただいま夜ご飯を買いにスーパーに来てます。なんかベルクというねあのスーパーに来てんねんけど、すっごいいい、めちゃめちゃでかい。チキンがいるな。さすがにねあの時間も遅いから何にも売ってなかったね、うん、食べれるものが。 DJ アニメホテルへようこそ。ここでは魅力的な作品がおもてなしをいたします。チキン、そしてチキンサラダ、あとはねやっぱ最近ザバスさん結構出してくれてるから助かる、はい、これとお水、ちょっとだけ甘いのが飲みたくなったんでこれ。まあ今回はねあの朝から遠征もあったのでいろいろスケジュールはタイトだったんですけど、まあそんなスケジュールの中でもしっかりまあ食事をとりつつで、トレーニングはあの、はい、あの決めた日には欠かさずやるようにしているので、これを食ったら、はい、食べたら、トレーニングして、で明日に、向けてちょっとね準備していきます。うん、お、あ、おいしい。あ、いいね。今日はちょっとね炭水化物食べ過ぎたので、食べ過ぎたといっても、あ、そっか、食べてるね結構。まあお昼あたりの駅弁、はい、駅弁大好きなんで食べちゃうんですよね。なかなか駅弁食べることないから。で角川食堂でもねカレーを食べたんですけど、まあしっかりご飯も入っていたので量はそんなにね、ご飯の量は多くなかったけど結構糖質を朝から取っているので普段よりも今日は取ってます。はい、なのでまあ夜は極力取らずに、まあ甘いと言ってもまあこれは一口二口飲んで終わりです。自分の決めたスケジュールの中で進めないと体の調子って作っていけないので、一応そのトレーニングやると決めた日はまあ基本はするんですけど、で食事のことに関しても特に今夏前なので糖質制限をしながらもしっかり食事の回数を増やしながら、でトレーニングの強度も上げながら、しっかり体の成長につなげていってます。なので結構体の調子自体は今
いいんですよね。で体の調子も良くなってくるとね、モチベーションも上がってくるので、そこが結構比例するから、まあ、頑張ったら頑張った分自分のテンションも上がっていくっていう、この相乗効果みたいなのがあるんですけど、今はそれがいい感じに右肩上がりしてます。はい、これ食べてちょっと仕事をラップトップでバーってやって、そこからトレーニングして、はい、寝ます。先ほどまで見ていただいたのが、僕が去年出した本、池筋トレというものがあります。それのイベントをね、まあ、去年する予定だったんですけど、まあ、いろいろスケジュールが押して、その6月にイベントをすることが決定しました。2021年6月4日から、土曜日、そして6月の5日から6日の、はい、2回開催します。もう会場も本当にすごいいいところで超テンション上がりました。やっぱりね、生で見たら全然違う。まあ、このご時世でもヘリポートでやれるトレーニングに関しては、トレーニングも思い切ってやっていただけると思います。はい、そして特別なメニューも用意していますし、交流であったり触れ合い、まあ、そういったねコミュニティをね作る機会にもなると思うので、これは本当楽しみにしてます。そして合宿なのでご飯もあるんですけど、そのご飯というのも僕が、シェフの方と提供する、食事が待っています。はい、それも楽しみにしておいてください。今回のイベントのテーマ、これは僕が考えました。変えるです。はい、深い意味があってこの言葉を選びました。なのでこの変えるというこの言葉をテーマに、まあ、このイベント、そしてこのイベントは1回きりでは終わりません。このイベントに参加していただいた方、その後1ヶ月後にまた結果報告という形で実際やり取りをさせていただきます。今回のイベント、変えるをテーマにしたイベント一色になるので、貸し切りです。はい、このホテル全て貸し切りになります。いやすごいね、夏の本当に濃い思い出になると思います。どうしても参加できないという方はリモートでも参加できますので、そちらも良ければぜひチェックしてください。とりあえず夏の最高な思い出をね、この場所でね、僕自身も作りたいと思ってます。でこれをたくさんの方と共有できるように、僕楽しみに待ってますので、去年楽しめなかったって方は今年は思いっきり楽しみましょう。今回はね、いろんな人が集まっていろんな仲間ができると思うので、その仲間たちと、まあ、トレーニングを通じて、まあ、素敵な思い出もそうですし、僕が培った知識であったり経験を思う存分シェアしていきますので、めちゃめちゃ楽しみにしてます。そういったスケジュール、詳しいことは今回のイベントの申し込みページがあるので、そこから、見てください。で僕の1日のスケジュールなんですけど、まあ今日はね朝早くからちょっと起きて、今はラーメン生活そしてビーガン生活と続いて、でそのまま今もう一気に結構本格的に食事の回数を増やして、食事量は今めっちゃ取ってます。なので今日一日まあまあ食べてはいるんですけど、しかもサプリメントを持ってきていて、結構間にも食べたりとかはしていて、はい、食事も増えましたし、トレーニングの回数も増やしています。なので結構体重も上がっていますし、結構短期間ではあるんですけど、もうビーガン生活から一気に結構スタートダッシュかけて、今体の状態はね割かしいです。基本的に朝起きたらオートミールを食べて、そこからお昼ご飯を食べて、だから3時から夕方ぐらいの間に食べてご飯、そして夜にもう一回食べてっていう感じのルーティンが多いです。まあ今日は正直時間がなかったので、あまりトレーニングっていうトレーニングもできてないので、明日起きたらすぐにちょっと朝トレをやろうと思ってます。一応ね今回ねスケジュールとしては細かく一個一個見せようと思ったんですけど、今日の一日全然カメラを回す時間がなくて、でトレーニングもね間ねしっかり行おうと思ったんですけど、そのトレーニングの時間が取れなくて、結局ね今この部屋に一人いてるこの状態でちょっとね映したんですけど、まあ、スケジュールとしては、まあ、僕の、まあ、話しててもわからないと思うんで、スケジュールとしてはこんな感じです。はい、結構朝からバーって来て、
で夜に来てっていう、基本はだいたいこれぐらいのスケジュールで進むことが多いですね。まあ時間の前後もちろんありますし、仕事の状態によってはこれも前後はしますが、基本的には食事回数であったり、トレーニングであったりっていうのは結構頻度は今までに比べたらすごく今上がってます。チェックアウトして、はい、今日の一日をまたスタートさせます。やっぱり朝のトレーニングのいいところ、まあ、こうやって朝ね外でこうベランダに出てできたらもう最高。これ多分一番いい朝トレの形やと思う。あ、最高やったな。最近仕事柄パソコンでやっぱりね室内にこもってやることが多いから、こうやって外に出て太陽の光を浴びながらトレーニングできると、体にもしっかりビタミン B をね取り込むこともできるし、朝トレの特徴はやっぱりね一日のスタートダッシュをすごい高い基準から始めれるっていうところですね。頭の冴えであったり体の動きっていうのは、まあ、トレーニングを一番最初にやってると、はい、もう全てに影響するので、この後トレーニングの気持ちいいところはやっぱここかな。合宿トレーニングでは2日目の朝からトレーニングもねあったりとか、はい、結構みんな体を起こせるいいトレーニングになると思います。じゃあちょっとご飯食べに行きますか。ほらね。